感動の嵐泣きっ面ナンバーアンダーラインアイライブツアー2024の愛福井サンドーム初日レポ。翔くん、仁くん、岸くんの熱狂ステージを完全網羅。セトリや MC も。ファンとメンバーの一体感がすごすぎた。福井のサンドームで開かれるナンバーアンダーラインアイライブツアー2024の愛に多くのファンが期待を寄せています。2年半ぶりのライブ参加というファンも多く、サンドームの周辺は早朝から活気にあふれ、開演の時間に向けて高揚感が増しているのが感じられます。このライブは、日本全国を巡るツアーの一環で、福井はその2カ所目ということもあり、ファンもメンバーも特別な思いを抱えていることでしょう。この待望の瞬間を迎えるために、ファンたちは時間に余裕を持って会場に集まり、早朝からライブグッズの購入や同じファン同士の交流を楽しんでいます。多くのファンが SNS を通じて福井に向かう様子を共有し、福井公演初日をみんなで楽しもうといったエールが飛び交っています。会場のサンドーム福井は、暖かい日差しに包まれており、まさにライブ友和です。福井特有の穏やかな空気と、ファンの熱気が見事に混じり合い、まるでツアー全体の成功を予感させるかのような雰囲気が漂っています。開演までの時間、ファンたちはナンバーアンダーライン愛のこれまでの歩みや思い出について語り合い、ライブを迎えるための心構えを整えています。翔くん、仁くん、岸くんがステージでどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、ワクワクが止まらないと話すファンも多く、福井という特別な場所での初公演に対する期待が高まっています。福井は日本海側に位置し、周りを自然に囲まれた静かな場所ですが、この日はまさに日本全国からファンが集結し、サンドーム福井が一つの大きな愛と喜びの空間へと変わりつつあります。長い間待ち望んでいたライブが、今まさに始まろうとする瞬間に、多くのファンが、ここでしか味わえない時間を思いっきり楽しんで、とお互いに声を掛け合っています。このようなライブは、単なるエンターテインメントの場を超えています。ファンとアーティストの間には深い絆があり、特に今回のナンバーアンダーライン愛のツアーではその絆が一層強調されています。翔くん、仁くん、岸くんの3人が心を込めて届ける音楽やパフォーマンスは、彼らの努力や成長、そしてファンへの感謝の気持ちが詰まっています。2年半という月日を経て、再び彼らの生のステージを見ることができる喜びは、ファンにとっても格別なものです。会場内のファンは、静かに開演を待ちながらも、胸の高鳴りが止まらず、まさにライブが始まる瞬間を共有できる特別な幸せに包まれています。彼らの音楽が会場全体を包み込み、一つの大きな物語が描かれることでしょう。ライブの始まりとともに、会場全体が歓声に包まれます。ナンバーアンダーライン愛の3人は、ステージに登場すると一瞬で観客を引き込み、音楽とともに心が踊り始めます。観客と一体となるパフォーマンスは、ただ聞くだけでなく、見る、感じる、そして共鳴することができる特別な体験です。福井での公演は、他の地域の公演とも異なる独自の雰囲気があり、サンドーム福井という限られたスペースが、まるでアーティストと観客が一つになる空間として機能しています。この瞬間に立ち会えるファンたちは、きっと一生忘れられない思い出を心に刻むことでしょう。また、ライブの合間に福井の名物や地元の文化が取り入れられることも、ファンにとって新鮮な驚きと楽しみの一つです。福井の温かい地元民のサポートや、地元の食べ物が差し入れされるといった心温まるエピソードも、ファンたちの間で話題になっています。福井の地元の人々も、この特別な公演に対して親しみを持ち、ファンとアーティストを迎え入れる準備を整えてくれています。ライブが進むにつれ、会場全体はますますエネルギーが高まり、まるで福井全体がライブ会場として共鳴しているような感覚さえ覚えます。ライブの終わりが近づくと、ファンたちの間には一種の寂しさとともに、深い満足感が広がります。このライブを通じて、ナンバーアンダーライン愛とファンの間には新たな思い出が生まれ、これまで以上に強い絆が築かれました。福井でのこの公演は、ツアー全体の成功を象徴するような特別な一日となり、参加者全員がその瞬間を心に刻んでいます。ライブが終わった後も、ファン同士でその日の感動を分かち合い、SNS 上では、最高の時間だった、また来年も会いに行きたいといった感想が次々と投稿され、喜びと感動の余韻が続きます。このような瞬間を共有することができるのは、ファンにとってかけがえのない体験であり、Number_LINE愛が彼らに与えてくれた特別な贈り物でもあります。ツアーはまだ続きますが、この福井での公演は、全国のファンにとっても励みとなり、これからの公演への期待がさらに膨らんでいます。全国ツアーの中での一瞬一瞬が積み重なり、ファンとNumber_LINE愛の間にはますます強い絆が育まれていくことでしょう。福井での初日公演が象徴するように、各地域での公演がそれぞれの土地の特色やファンの個性によって彩られることは、メンバーにとっても新鮮な喜びであり、彼ら自身の成長や挑戦の場ともなっています。翔くん、仁くん、岸くんの3人は、各地で全力のパフォーマンスを通じてファンへの感謝の気持ちを伝える一方、自分たちの思いを歌やダンスに乗せて届けようとする姿勢に一切の妥協はありません。福井公演の後も、彼らは次の都市へと旅を続け、多くのファンとの新しい出会いを繰り返します。その度にファンの顔ぶれが変わり、それぞれが持つ思い出や応援が異なっていることを実感しながら、彼らは、ファンがあっての自分たちという思いを新たにしているようです。そして、そんな彼らの姿勢は、ファンの間でも、自分たちもNumber_LINE愛の一部としての意識を強め、応援する楽しさや喜びをさらに大きなものにしているのです。ライブ後には、地元でしか味わえない特産品を楽しんだり、観光をしたりして地元文化にも触れることができ、ツアーはファンにとって単なるコンサート参加以上の、特別な旅のような体験となっています。SNS やインターネット上で、ファン同士がライブの感想や思い出をシェアすることで、参加できなかったファンもその熱気や興奮を共有できるというのも、現代のツアーの面白さと言えるでしょう。行けなかったけど、みんなのレポートで楽しめたといった声も見られ、ライブの余韻が波及し続けることで、ファン同士の絆も深まります。さらには、ファンが自ら撮影した周辺地域の風景や地元の名物料理の写真が共有されることで、ライブツアーは各地域の魅力を発見する機会にもなり、その土地への愛着が湧くきっかけにもなっています。今後のツアー日程でも、きっと福井公演と同様に各地で様々なドラマが生まれ、メンバーとファンが心を通わせ合う素晴らしい時間が展開されることでしょう。ライブ会場の照明が落ち、歓声が響き渡る瞬間、そしてメンバーが全力でパフォーマンスを繰り広げる姿は、その場にいる誰もが一体となって楽しむことができる、まさに一生の宝物となる瞬間です。ツアーが終わるまでに、ファンはそれぞれの地域で見せるメンバーの姿や、自分がその瞬間に立ち会えたことを心の中で何度も反芻し、記憶に刻んでいくことでしょう。Number_LINE愛の3人も、このツアーで新たな経験や学びを得て、さらに成長していくはずです。そして、この全国ツアーを通じて培ったファンとの絆や、ステージ上での自信を次の作品や新しい挑戦へとつなげていくことでしょう。ツアーが全て終わり、彼らが再び新しいステージに立つとき、ファンたちは今度も彼らを支え、応援し続けるに違いありません。